小銭が全部10円っていうちょっとショックな出来事だけど、あのキッズのガムを食べたらハッピーみたいな感じのシーンを撮りました。楽しかったし、なんか演技とかをして、あのすごい落ち込んだりとかするシーンを撮ったんですけど、すごくでも新鮮な経験ができたので、すごい楽しかったです。今回私たち20がロッテさんのフィッツの CM にこうやって出演させていただいてるんですけれども、あと私はあの洗濯物を干してたら急に大雨が降るっていうシチュエーションの撮影だったんですけど、あの本番は私に風が当たらなかったんですけど、一回テストでやった時に本当に風を当たってみた時に強すぎて飛ばされそうになったりとかしたりしたんですけど、なんかこうやって初めて今日は演技っぽいのにも挑戦してみたりとか、すごい楽しい撮影になりました。イヤホンを出したんですけど絡まってて、それでイライラしちゃって、キッズの今回のガムを食べて元気になるっていうコンセプトだったんですけど、演技する
ことをやったので緊張したんですけど楽しかったです。演技は結構初めてっていうか自分でちょっとカブトムシがこんなんだったらっていう想像をしながら演技をちょっと頑張ってみました。ちょっと最初はちょっと恥ずかしかったんですけど、なんかだんだんやっていくにつれちょっとキャラクターに染まってちょっとアウトドア系の女の子になれたんじゃないかなって思います。ダンスシーンも今やってる途中なんですけど、すごく可愛いこういうはーいとかいうダンスになってるので皆さんも注目してみてください。元気とか弾けるとかそういう感じなので、それなんかとにかく振り付けをなんかピョンピョンしてるような、なんかパン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 みたいな、そういうなんかちょっと可愛い感じの振り付けにちょっと力を入れたというかポイントかなって思って踊りました。以上、イリュウです。